どうも、面白ひげメガネです。今日はですね、ビーズのことを好きでも嫌いでもない人にビーズのいろいろなタイプの曲を聴かせて正直な感想をもらおうという企画でございます。一応このチャンネルではね、おなじみになってきた企画ではありますけれども、今回はですね、ちょっと今まで聴かせてきた曲をもう全部一新いたしまして、ちょっと前にまたコミュニティ欄の方でアンケートを取らせていただきまして、誰もが知ってるような有名曲以外でということでやらせていただいているんですけれども、まず一つ、入門者におすすめしたい曲ということで、ブルーサンシャインですね。これがなんとなく多かった感じがしたので、まずはブルーサンシャインを聴かせまして、続いていい曲だけど入門者にはおすすめしづらい曲ということで、フィアーですね。これがなんか多かった感じがしたので2曲目はフィアーを聴かせまして、で続いても単純に初めて聴く人の感想を聞いてみたい曲ということで多かったのが、儲かりまっかですね。はい、3曲目儲かりまっかを聴かせてみます。でそれからですね、あと全項目において結構なんかいろんなところで名前が出てた曲として、おまけとして、工房も聴いていただこうかなと思っております。であと最後に一つ、前回もちょっと5曲聴かせたっていうのがあるので、最後に一つ、これはもう僕のエゴなんですけれども、ビーズの曲ではないんですけど、松本さんのソロの曲で恋歌を聴いていただこうかなと思っております。で今回のゲストなんですけれども、今回もまた芸人さんでございます。ね、どうしてもちょっと僕のコミュニティ的に芸人ばっかりが知り合いになってしまいますので、ちょっと芸人が多くなってしまいますけれども、今日来てくれる芸人さんもですね、今までの人たちとはちょっとまた違う個性を持った人たちなので、またちょっと新しい角度からの意見をもらえるんじゃないかなと思っているので楽しみにしております。で一応これも毎回言ってますけれども、あくまでビーズのことを好きでも嫌いでもない人に曲を聴かせて正直な意見をもらうという企画なので、正直あんまり気に入らないですねみたいなことを言ってくれるかもしれないですけど、その辺は広い心で受け止めていただければと思います。はい、ということで本日のゲストを呼び込みたいと思います。お笑い芸人の美福エンターテインメントさんとおせつさんでございます。どうぞ。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや素晴らしいですね。もう芸人とは思えないテンションでやってきましたね、二人ともね。もうそれは私たちが大人のお笑いというか。そうなんでございますよ。お二人とはちょっと最近ちょっと組ませていただいて、大人のお笑いというね、ちょっと大人向けのお笑いをちょっとやらせていただいてて、ちょっと別で YouTube チャンネルなんかもね作らせていただいて、ライブもやらせていただいてるんですけれども、だから今までこの企画で出てくれた芸人さんは、ニュークレープのリーダーと、あとポンポンに出てくれたんですけど、どんなチョイスだよ。いろんな感性の人どこからいろんな、個性を持った芸人さんになんかいろんな意見もらいたいなっていうのがあって、やっぱ今までにないタイプでちょっと大人なお二人なんで、大人なお二人のちょっと感性でビーズの曲を聴いていただいて、正直な感想をもらえればなと。なるほど。二人ともビーズはちなみにどうですか？いやもう超有名バンドっていうんですか、だからもちろん存じ上げてはいるんですけど、もう本当にちょっと不勉強なんでそんなに詳しくはないですね。はい、ちょうどいいですよ。もう世代は世代なんで、同い年ぐらいですから。そうですね。ベスト版が出た時に会話しました。なるほど。乗っからせていただいて、いやだからもうそのぐらいのライトな感じがやっぱ一番ちょうどいいんで、そういう人も感想を聞きたいんで、じゃあ早速まず第1曲目からなんですけれども、ちょっとまず何も言わずに聴いていただきたい曲がありまして、ブルーサンシャインという曲を、知らないな、聴いてた、もう絶対知らないと思いますけどね、それをねちょっと今から聴いていただきたいと思います。好き好きすふわふわふ、こんな気持ちメロメロに、夢だけど夢じゃない。はい、すごい。ということでね、ビーズのブルーサンシャインをまずは弾いていただきましたけれども、率直にどうでした？いや、本当聞いたことないのにまだあるんだと思いましたよ、正直。まだあるんだ、こんなちゃんといい曲。ああ、なるほど。あ、気に入りました。いや、いいな。
情景が浮かびやすいし。あ、なるほど。うん。美福さんって普段どういう音楽聴いてるんですか。僕はもう正直なん、もうなんて言うんだろう、一応僕はその知っときたい人なんで、はいはい、ある程度その流行りのもので多分全ジャンル、なるほどなるほど、いいものはいい。これでも確かにいいな、本当になんかこうね、運転しててドライブしてて、はい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 、湘南とかね海沿いを走ってて、一人で乗ってる時に聞いたら最高だろうなって感じ。なるほど。どうでしたおせつさん。僕ねこれあんまないんですけど、うん、こういうこと、はい、初めて聞いたはずなんですけど、うん、懐かしい感じしましたね。なんか知ってたのかなっていう、はい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 、だから僕夏の思い出ブルーサンシャイン聞いてなかった、知らなかったぜのに、夏の思い出蘇りましたもんね。ちょっとなるほどね、なんか不思議でしたね。なんか大体初めて聞く曲って、うん、ちょっと耳に慣れないじゃないですか、うん、まあね、うん、おなんかスーッとね。なるほどな。いやでもね、うん、お二人の意見は、うん、本当ね、まあ、正しいというか、うん、まあ、これ実はちょっと前にアンケートを視聴者の人に取りまして、うん、でビーズの曲の中で、うん、もうまさに入門者におすすめしたいタイプ、うん、もう入門者がすぐ気に入ってくれそうな曲は何ですかつって多かった曲なんですよ、これ投票した人さすがですねすごいですね、スーッともう入ってきやすい、まんまと本当そうなってますよ。イントレちょっと、うん、あれって思ったもんね。やっぱね、あ、なんかポップな、ね、あ、なんかポップだな。やっぱそのビーズのイメージとはちょっと違った感じですね。出てたの、なんかそのもっと、あ、もっとロックな感じとか、こういう爽やかな感じの曲もあったりとかするんで。いや、もちろんシングルじゃないですもんね、これ。これもアルバムの1曲です。はぁ、すごいな。じゃちょっとこの流れで2曲目聴いていただきたいなと思うんですけれども、はい、2曲目がですね、はい、Fear という曲をちょっと聴いていただこうかなと思うんですよ。はい、恐怖、はい、そうですね。じゃあもうこれ、前知識なしで。前知識なしで、とりあえず聴いてみてください。はい、大人じゃない乙女です。恋するのが仕事です。君の名前つぶやくとドキドキするの。はい、ということでね、ビーズのフィアーを聴いていただきましたけれども、いやなるほど、どうでした今回は。またさっきと全然違うのね。全然違うタイプの曲ですけど、うわいいねだいぶ稲葉さん機嫌良かった感じがと思ってそうですね、うん、大はしゃぎでしたね。大はしゃぎしてたな、うん、これライブとかすごそうだな。そうですね、うん、もうめちゃめちゃもうゴリゴリなロックな感じの曲なんで、うん、ライブは盛り上がりますよね。これって、え、これもう有名じゃないんだって感じするな。これはまあ有名ではないですね。だからそのアルバムの1曲目の曲ではあるんですけど、まあ一般的には全然知られている曲ではないです。俺なんかこれめっちゃ、いや、まあ、変なあれですけど、うん、なんかもっとテレビとかで、うん、あ、なんだっけ、見つけ、ああ、見極めろ、なんかすっげえ使えるなと思ってた。ああ、あのフレーズが、うん、あそこが、だからそのベタだけど、その箱の中身なんでしょうって、そういうことね、テレビとかで、はいはいはい、見極めろってやってて、なるほど、とかなんかすごいそういうのにめっちゃ使えるやつだな。ああ、なるほど。ウルトラソウルしかめちゃくちゃ使う、やたら使われる。確かに確かに、やっぱ芸人ならではの発想するんですよね。たまにやっぱ曲聴いてなんか、うん、この部分なんか、ね、あ、それは確かに使えそうみたいななんかあったりする。なるほど、絶対だって見極めないといけないことなんかたくさんあるし。見極め、確かにそうですねいや、まあ確かにそういう、まあ、ビーズで結構そういう、まあ、ウルトラソウルじゃないけど、うん、なんかちょっと、うん、印象に残るというか、うん、ちょっとギャグになりそうな感じのフレーズ、それこそ最後になんか、うん、シャルウィダンスとか入ってたら、すごい気になりました。そういうのね、ちょっとなんか入れがちなところはちょっとあるんですよね。でもそのイメージとしてはさっきの曲に比べるとこっちの方がやっぱビーズって感じで。いや、もうビーズ、ああ、なるほど、ビーズすぎるぐらいです。あ、なるほど。その思ってたのその、うん、このこことここの聞いた感じなるほどね、うん、おせさんどうでした。僕も本当にこれがあのビーズというか、うん、まさになんかこのイメージで、あー、でなんかやっぱり歌と、はい、なん表現が合ってるか分かんないですけど、うん、なんかギターも歌ってるじゃないですけど、あ、なんか50-50の感じがして、あ、なるほどね、まあ、歌だけが目立つんじゃなくて、はいはいはい、ギターだけが目立つんじゃなくて、なんか同じぐらい印象に残ってて、あ、そこがなんかビーズっぽいんかなっていうのを、なんかこれもまあアンケート取らせてもらったんですけど、さっきとはその逆で、うん、
いい曲だけど入門者にはおすすめしづらいだろうなっていう曲で多かった。なるほどね。いきなり聴かせるにはそうかそうか、ちょっとやっぱゴリゴリすぎるだろうっていうことで、ブルーさんちゃんに一回心臓に水かけてから、そうそうそう、やっぱ熱湯すぎるフィアっていうのはちょっとやっぱ初心者にはなかなか、ああそうか、フィアって言ってるしね、いや恐怖って言っちゃってますけど、タイトルの時点でっていうのはあるんで、そうかそうか、まあシンプルにやっぱ歌唱力もやっぱすごい際立ってましたね、はい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 、やっぱり、いや確かにね、あんだけなんか早口だけど、うん、ちゃんと音程取って歌ってますからね、うん、あの人はすごい。で3曲目なんですけれども、はい、次はですね、うん、あの「儲かりまっか」っていう曲があるんで、あら「儲かりまっか」という曲を、ね、聴いていただきたいなと思うんですよ。アンサーソングぼちぼちでなるんですか？いやそれはねないんですよ。ないですか？それは残念ながらないんですけど、まあ、ちょっと儲かりまっかもね、ちょっと何も言わずに聞いていただけるので、はい、聞き分けないこの胸が歌い出して止まらない、上手じゃなくてごめんなさい、だけど聞いて、はあ、はい、ということで、ね、これはまた儲かりまっかを聞いていただきましたけれどもね、はい、ちょいちょい笑ってましたね。いや、あれこれだって、はい、歌ネタを決勝に入れるんです。いや、これだって MC によっては、うん、それでは聴いてください、儲かりまっかで、あのかっこいい前奏、うん、はいはいはい、プロレスなんだね、儲かりまっか、ちょっと一回止め、一回止まってしまうって なってもおかしくない。なるほどね、かっこよすぎる。どういうコンセプトで作られたのかが気になりますね。かっこいいと思っても見れるし、はいはいはい、はい、ふざけてるっていう、その確かにね、うん、そうなんですよ、だから、うん、あの人の曲なんかなっていうぐらいの、そうウルフルズさんが歌ったとか、さんまさんが歌ってたやつの、うん、ビーズバージョンみたいなことなんかなっていう、めちゃめちゃオリジナルの曲ですね。この技術だったら本当にあの本気でお笑いやろうとしても余裕なんでしょうね。めちゃくちゃ面白いの作れそうだな。でもこれも多分だ、そのあんまり一般の人には知られてないとこなんだけど、まあ、そのビーズってまあんまりメディアとかも出ないから、まあ、ちょっとなんか、うん、お堅いロックバンドみたいなイメージ持ってる人多いかもしれないですけど、意外とねこういうライブとかでもちょっと変なコントの時間があったりとか、ちょっとそういうねお笑い的な要素というか、うわもったいな。でこれはまあ同じようにアンケートを取らせてもらって、もう単純に初めて聞く人がどういうリアクションするか見たいっていう、それだけの。あ、なるほどね、見たいだけど、単純に感想が聞きたいだけ。普通に笑っちゃったな。それで多かった曲なんですよ。最後のシャウトしながら儲かりまっかと思ってます。そうなんだ。あんなことされたら笑うでしょ。あ、ちょい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 、お腹壊して入院してる人もいました。街中で儲かりまっか、あのテンションで言われたら笑うでしょ。ちょっとまああと2曲ほどお付き合いいただければと思うんですけれども、まだ違うパターンが、そうですね、また次もね、まあ、ちょっと違うパターンの曲ではあるんですけど、次は工房という曲を聴いてもらおうかなと思います。届けマイメロディ、マイメロディ、星空を越えて君の夢守るリボン、マイメロディ、ハート見つけたならぐるぐる巻きしちゃうからね。はい、ということでね、工房を聴いていただきましたけれどもね、はい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 、まあこれもまたちょっと今までとは違うタイプの曲でしたけれども、うんうん、どうでした？いや、俺もマジでドラマ主題歌っぽいなと思った。そのなるほど、多分そのドロドロのさ愛憎劇とか、はいはいはい、まあね、壮大なバラードっていう感じのね、曲ですよね。どうでした？僕あの、そうだ、バラードもいいんだなって思い出した感じでしたね。あの、あ、いつかのメリークリスマスとかはさすがに僕もすごい知ってて、うん、あ、そうかと思って、バラードもすごいいいのあったなっていうのを思い出しましたね。これを聴かせてもらって、ちょっとすげえ売れてそうな曲だった。なるほど。ちなみにいつかのメスメリークリスマスはあれシングル曲じゃないっていうの知ってる？ええ、そうなんですか？やっぱ知らないんだ。知らない。いや、あれはあのミニアルバムの1曲なんですよ。ええー、
めちゃめちゃ有名になっちゃいましたけど、うん、誰がミニアルバムにした？で今の工房もまさにただのアルバムの一曲なんですけど、うん、ファンの人の間でめちゃくちゃ人気の高いバラードで、だろうな、なんか全然ミリオンヒットだった曲って言われても、ああそうですよね。そうなんですよ。だから確かにシングル曲っぽい感じのね、うん、そのぐらいのクオリティの曲ではあるっていう。うん、恐ろしいな。でじゃあちょっと最後に、はい、ちょっと一曲聴いていただきたいんですけれども、はい、次の曲はですね、まあ一つだけ言うと、これビーズの曲というより、松本さん、ギタリストの松本さんのソロの曲なんですね。うん、これをちょっと聴いていただきたいなと。恋歌という曲なんですけども、うん、恋歌、はい、歌ってるのってことですか？ね、歌恋歌っていうタイトル、はい、まあ歌ってはいないです。あ、歌ってはいない、まあ、インストの曲です、初めに。あ、なるほど。ちょっと聴いていただければなと思います。聴いていただいてよかった、はい、大人じゃない乙女です。泣いたりだってしちゃいます。女の子って魔法で作られたの。うん、はい、あー、なるほど。松本貴弘さんの恋歌をね、聴いていただきましたけれども、はあ、はあはあ、どうでした？いやー、これが結構あるパターンの、はい、こうやって聞きたいなってやつで、今のは完全にあれだな、部屋真っ暗にして聞きたいやつ。ああ、もう完全にもうどっぷり入り込みたいっていう感じの、うん、なんか自分がこうなんか嫌なことあった時とか、うん、もう真っ暗にして、カーテンを閉めて、今の聞くと多分こう真っ暗の中でこう聞いてたら多分自然と立つ気がするんだよな。なるほど。いや、興奮じゃないですよ。ちょっとインスタの仕事だけど、そんなわけない。どうした、おじさん。僕もなんか情景が浮かびましたね。なんか私はなんか中華風の雰囲気だったんですけど、でもなんか本当にギターなんかなって思うところもあったし、はいはいはい、で僕はなんかすごい結構好きで、これ、うん、なんかこの曲に負けないぐらいの歌詞がついたら、うん、もう民謡とか童謡みたいにすごい長いこと残るような曲なんじゃないかなっていう印象でしたね。郷愁感があるというか、だった、うん、風景が見えてね。そうなんですよ。いやだからその、まあ、これはもう単純に、うん、アンケートとかじゃなくて僕がちょっと聞いてもらいたいなと思って、うん、あ、そうなんだ。僕のちょっと英語で持ってきたやつ。これめっちゃいいじゃないですか。だから松本さんってね、まあ、結構ギタリストとしてまあなんかね、うんうんうん、うまいみたいな有名なところありますけど、テクニックだけじゃなくて実はすごく歌心のあるギターを弾ける人なんだっていうのが素敵な曲やったな。そうそう、和風なんか、そう、日本的なそういうなんか心みたいのもやっぱ大事にされてる方なんで、結構その辺がね、僕もすごく好きでね。ちょっとじゃあね、まあまだ1回しか聴いてもらってないんであれではありますけれども、うん、1回聴いた印象でなお二人の中でちょっとあえてランク付けをしてもらいたいなと思って。うわー、むずっ。物差しによって、ね、順位が全然変わっちゃう。僕から僕はなんかその話を聞いて、うんうん、今回の基準、うん、この後、うん、聞くであろう回数で決めました。なるほどね。また聞きたい、はい、また聞きたい順番にしました。多分聞くイメージがあるというか。じゃあまずじゃあおせつさん、はい、5位を発表してもらっていいですか？儲かり真っ赤です。ああ、ちょっと意外。あ、それが5位なんだ。はい、多分聞く回数は少ないかもなと思って。いや、なんかごめんなさい、もう勝手なあれだけど、はい、やっぱ関西の人だからちょっとその辺なんか共感して気に入ってくれたかなと思って。そうですね。そう、そうなんですけど、一概にそうとは言い切れない。一概にそうとは、もしかしたらちょっと関東の感覚かもしれないです。なるほど。じゃあ美福さんの5位は、これはだから僕は自分がこれ知ってるっていう感覚かな。このこういう曲あんだよ、あんだよって教えたいぐらい、教えたくなる、プラスアルファ俺自分も歌いたい。なるほど、なるほど、なるほど。が乗っかってるやつっていう感覚でいくと、5位がこれ工房になっちゃうな。ああ、普通いい曲すぎる。そのはい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 、ビーズ、まあビーズ、あ、そういうことは、そういうその曲あるだろうねって、全部好きですよ僕、うん、本当に。ああ、なるほど、なるほど。一番その普通に売れてそうな曲だ、まあまあまあ意外性はないっていうところかもしれないですね、うん、なるほど。じゃあ続いて、じゃあ大瀬さん4位の方をお願いします。工房ですね。ああ、うん、なるほど。これはなぜ？まあ単純に私が多分バラードをそんなに聴かないかもなと思って、イメージ。あ、そうなんだ。はい、だから 俺が知ってるおせつさんのその
一面として、うん、音楽を聴く基準、聴く基準として、はい、自分の部屋にその女の子連れてきた時にかかってたらかっこいい曲っていうのがやっぱあるじゃないですか。そうですね、それはやっぱ絶大にありますね。絶大にあるじゃないですか、はいはい、その基準で言うとなんか結構バラードとか入るのかなって思ったけど、あ、これまっすぐ、その基準で考えるとまっすぐすぎるかもしれないですね。そのいいバラードすぎるというか、あ、ちょっとひねってる感じの方がやっぱグッとこのアピールできますから。なるほどな、はい、そうかな、ややこしいな、そういう気はしますね、うん、やったその基準で考えたらやっぱあの恋歌一番ですもんね。ああ、その基準で言うと、ね、楽器の感じのやつ聴いてるんやっていうのこれ何楽器の感じのやつってもうその表現がバカみたいな、ね、インストを知らないからね。じゃあ美福さん4位は、だからそれで言うとだからブルーサンシャインですかね僕は。ああ、なるほどなるほど。これはなぜ？これはまあ、うん、いい曲だし、まあ歌いやすいでしょうけど。はい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 。ああ、ビーズ、あ、こういうことあるんだぐらい。ああ、なるほどなるほど。ああ、そういうのもあるんだね。うん、あんまりサプライズはない。ええー、とならないでしょ。なるほどなるほど。じゃあ、おせさん3位の方、はい、お願いします。フィアーですね。ああ、はい、なるほど。これは私結構多分ちょっとへこんだ時とかに聞く感じのちょっと すれたというか歌詞のものが好きで、これは多分結構聞かせてもらうんじゃないかなと思って、いろんな場面でなんか書ける想像がすごいできましたね。よく聞きそうな気がします。あ、本当ですか。はい、中島みゆきさんとかそれこそね、椎名林檎さんとか好きなんで。あ、なるほど。あ、 そういう意味で言うと、じゃあ美福さん3位の方は、これは恋歌ですかね、僕は。うん、やっぱ、まあ、超スカシですからね、もしかしたら。超スカシって、さっきの歌は変なお会ですよね。そうそう、だからマイク持ってこう立つけども、いつまで全然問題ない。どう明日、おーいっていうことだから。いや、これが1位の物差しってどこですか？ん、これが1位になる物差しがあるとしたらどういう？いや、もう先ほども言いましたけど、やっぱ一人きりの状態で聞く、なんかその浸りたい時、感情に浸りたい時。なるほど、なるほど。おせつさんお願いします、はい、恋歌ですね。あー、はい、なるほど。恋歌さらに聴くシーン多いような気がして、すごい素敵な曲なんで結構書けるんじゃないかなと思って、じゃあミフザー2位の方、これは2位がフィアーですかね。あー、ね、なるほどなるほど。まあまあ確かに驚かれはするかもしれないですね、うん、そんなにっていう、その確かに。あと僕すごいお気に入りのそのフレーズのとこもあるし、うん、っていうことは、じゃあ必然的に、おでさんの1位は、はい、ブルーサンシャイン。なるほど、はい、やっぱ出番が多そうですか、この子。これ出番多いでしょ、もうなんかもう夏の一曲に入りますよね、うん、もういきなり。まあそうですよね、はい、夏合いますよ、これ。初めて聞いて思い出ないのに夏の思い出よみがえってるわけですから、うん、これはもう多分一番書けるんじゃないですかね。なるほど、うん、まあ日常に一番寄り添ったタイプの曲なんですね。そうですね、うん、じゃあ美福さんの1位は、わかりますか。あ、全く逆ですね。逆になりました。あれをやりたいわ僕は。今からちょっと見ないでね、ちょっと曲歌うから誰の曲か当てて。あー、なるほど、ね、なるほど。あとで俺が歌うから。はいはいはい。でビーズ嘘つけよって聞いてみっつって。わかりなく嘘だろってなる笑顔。なるほどなるほど。それぐらいその嘘でしょっていう、その、まあね、うん。まあまあ確かにやっぱもうファンの人ですらやっぱこの曲のリアクションを見たいって言って上がった曲ですから、それだけちょっとやっぱ驚きはあるっていうことですよね。懐の広さ。なるほど。まあ多分これもやっぱいろんな、多分ね、その芸人さん今までもやっぱ出てもらいましたけど、その人のね考え方とか価値観によっても多分全然変わってくるかもしれない。そうでしょうね。大人のお笑いのお二人にはもう大人のお笑いならではのちょっと角度というか、そういうのがあったんじゃないかなと。なかったか別に。あったいいでしょ、別に。あったっぽかった。無理やりちょっとまとめたかった。あったっぽい感じだったでしょ。一応あの大人のお笑いのね、YouTube チャンネルもありますので、はい、我々3人でなんかちょっとあの朗読とか、そうそう、最近ね、始めましたね。コントとかもね、上げてたりとかするんで、よかったらチャンネル登録とかもしていただければなと思います。よろしくお願いします。せっかくだから、やっぱ、うん、あの、私はこちらのチャンネル、その、ビーズのファンの人がやっぱ多いんで、今日聴いてもらったやつ、後で朗読します。あーいいね。おーすごい、ね、あーいい、めっちゃいい。そうだ、それこそやっぱ工房は歌詞も含めてめっちゃ人気だから、うん、ああそう、読みましょう。うん、ちょっとね、あの、なるほど、3人で後であの渋い声で工房を、うん、朗読させていただきますんで、まあ同じぐらいのタイミングで上げられるんじゃないかなと思うので、よかったらね、それはもう見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は以上になります。
面白いヒゲメガネでした。ヒゲ見えねえけど。